三門両安寺は、京都市右京区両安寺御両下町にある、臨済宗明神寺派の寺院。明神寺の境外達中である。三号は大雲山と合し、石堤で知られる。本尊は、釈迦如来、海岐は、細川勝元、海山は、儀天元章である。古都京都の文化財として、世界遺産に登録されている。 もともと、絹笠山山六に位置する、両安寺一帯は、栄冠元年に建立された、円融天皇の五岩寺である円融寺の、境内地であった。円融寺は徐々に衰退し、平安時代末には藤原北家の流れを組む徳大寺、サメヨシが同地を山荘とした。この山荘を、細川勝本が譲り受け、宝徳二年式地内に、両安寺を建立した。 初代住職として、明神寺発生十時の儀天現象を迎えた。儀天現象は、死の非凡奏春を解散に誕生し、自らは、創建解散となった。創建当初の境内地は、現在より、はるかに広く、京福電鉄の線路のあたりまでが境内であったという。細川勝本らと、山名宗雲らが争った、応仁の乱の際、細川勝本は、 東軍の総大将だったため、両安寺は、西軍の攻撃を真っ先に受け、応人2年に消失した。勝本は寺本を、落中の邸内に一時避難させた後、旧地に戻すが、勝本は、文明5年に没す長京2年、勝本の子、細川正元が、両安寺の再建に着手、正本と四世十字、徳薫前決によって再興された。 寺では、徳薫を中高解山と称している。明王八年には、法上が上等された。その後、織田信長、豊臣秀吉らが治療を寄進している。と名所づえ観光によると、当時は、両安寺の鏡菅大家は、おしどりの名所として紹介されており、今日有名な石庭よりも、池を中心とした、地仙海遊式庭園の方が有名だったようである。 完成9年に京都町奉行へ提出された図面には23か寺の達中があったが、同年に起こった火災で、食堂、法上、解散堂、仏殿など、主要仮覧が消失した。そのため、達中の西原院の法上を移築して、両安寺の法上とし、現在に至っている。その後、明治時代初期の廃仏希釈によって衰退し、 仮の葉の手による襖絵が流出した。1929年に火災により一部を消失した。1951年7月11日、京都府一帯を襲った集中豪雨により裏山が崩壊。濁水が石底に流れ込み赤土に覆われる被害が出た。1975年にイギリスのエリザベス二世女王とフィリップ殿下が日本を公式訪問された折、 5月10日、午後、法上庭園に立ち寄られた。1994年、ユネスコの世界遺産、古都京都の文化財に登録された。なお、鏡王地の周囲に、いくつか達中寺院があるが、それらは、両安寺の達中ではなく、明神寺の境外達中である。法上庭園法上庭園、いわゆる、両安寺の石庭である。白社の砂門で、 波の重なりを表す枯れ山水庭園の特徴を有する。幅25メートル、奥行き10メートルほどの空間に白車を敷き詰め、東から5個、2個、3個、2個、3個の合わせて15の大小の石を配置する。これらの石は3種類に対別できる。各所にある比較的大きな4国は、チャートと呼ばれる、両安神裏山から、 西山一帯に多い山石の地石。平際の細長い石田二国は、京都二丹場あたりの山石。その他の九国は、南側編成帯で見られる緑色変岩である。自伝では、室町時代末期徳カオル禅結らの優れた前奏によって作定されたと、伝えられるが、作定者、作定時期、意図ともに諸説あって定かではない。平際の細長い石には、 小太郎、二郎と刻まれており、策定に関わった人物と推測されるが、詳細は不明である。この庭は、石の配置から、虎の子渡しの庭や、753の庭の別称がある。虎の子渡しとは、虎は、3匹の子供がいると、そのうち1匹は必ず同盟で、小虎だけで放っておくと、その同盟な、小虎が、他の小虎を食ってしまうという。 そこで、母虎が三匹の虎を連れて、大河を渡るときは次のようにする。母虎はまず、どうもな、小虎を先に向こう岸に渡してから、一旦引き返す。次に、残った二匹のうち一匹を連れて、向こう岸に行くと、今度は、どうもな、小虎だけを連れて、再び元の岸に戻る。その次に、三匹目の小虎を連れて、向こう岸へ渡る。この時点で、 元の騎士には、同盟な、ことら一匹だけが残っているので、母とらは最後に、これを連れて向こう岸へ渡る、という中国の説話に基づくものである。また、753の庭とは、東から5、2、3、2、3の5軍で構成される石組を、5と2で7国、3と2で5国、そして3で三石と、7.5、3の3軍とも見られることによる。 古来より奇数は要数、すなわちおめでたい数とされ、その真ん中の数字を取ったものである。この石底は、どの位置から眺めても、必ずどこかの一つの石が見えないように、配置されていることや、これらの石はすべて戦国武将の織田信貞が運んだ、ことでも有名である。どこから干渉しても庭石が一個までしか見えないようになっているのは、ある石に、 別の石が重なるよう設計されているためで、日本庭園における重なり思考を表したものとも言われている。鏡幼稚地足の村居寺の南側には広大な鏡、幼稚があり、周囲は地線海遊式庭園になっており、年間を通じて、式それぞれの花を楽しめる。境内北側には、栗、北条仏殿などが立ち、これらの西側には、西の庭がある。 有名な石庭は、北条南側にある。ふすまえ、ありがとうございます。